運転手さん募集していたアルファード売ります。このトルク感はなくなると。よろしくお願いします。自分で運転するならこっち、運転手つけるならこっち、乗り心地で言うとエグゼクティブラウンジ用のマットだから、これマットだけで15万とか、お金がなくても5フットは上げれると。その中で何に幸せを感じれるかって思ったときに、駆け引きなしで一発で決めていただけたら、はい、ありがとうございます、はい、当社が買取させていただける金額が、え、ちょっと待ってください、いかがでしょうか。おはようございます。おはようございます。カバーつけました？うん、なんかトランクに入ってた。え、今まで知らなかったんですか？俺トランクに入ってたから。え、一人でつけたんですか？そう。え、かっこいいでしょ？セクシーじゃない？でも1159が見えないのがちょっと残念です。あ、まあまあまあ、でもさ、あんま乗らないからこんな感じにしとこうかなと思います。今日何する？今日はなんか企画あるんじゃないですか？企画っていうかお知らせがあります。ですよね。実は運転手さん募集していたアルファード売ります。売っちゃいます。1年乗ったアルファードエグゼクティブ。1年乗ったではないですよね。3回。いや、運転手さん見つからないし、これ見てる方もご存知だと思うけど、アルファード新しいのが出るんですよ。そっちに乗り換えようかなと。さすがですね。タイミング的にほら、納車ってまだ先だけど、今回のアルファードに関してはハイスペックなものから順番に納車が始まるっていう風に、ね、優先的に納車されるっていう風に一応聞いてて、そうなった時にエグゼクティブラウンジとか先に納車されるじゃん。ってことは世に出てるエグゼクティブラウンジの、まあ、僕が持ってる方のやつがこう中古市場にどんどん出てくるわけ。そうするとさ、需要と供給のバランスで供給の方が多くなって価格が落ちちゃう、まあ、そうやってね、市場の価格が落ちてくるのを懸念して先に手放しておこうかなと思いまして、はい。ってことで大事にしてきたアルファード、もう大事にしすぎてね、乗ってなかったんだけど、業者さん来てもらって査定してもらって金額出してもらいます。まあ、金額折り合いがつけばそのまま持ってってもらう。買い手は見つかってないってこと？あ、そう一応査定、うん、でもいつもその買い取りとかをしてもらってる業者さんがいて、そこを結構いつもね、いい値段つけてくれるから、そこにそのまま譲ろうかなと思ってます。ソロキャンプしようと思ってロースタイルね、今まではそっちの高さのスタイルで、うんうんうん、でもロースタイルでこのスタイルでやりたいから、そのロースタイル用のグッズとソロキャンプ用のテントとタープを買ってきました。なんでいきなりキャンプやろうと思ったんですか？お金がなくても5フットは上げれると。その中で何に幸せを感じれるかって思った時に、その自然の中でさ、川の流れる音とか鳥のさえずりとか、木がさ、風で揺れる音とかさ、そういうのを聞きながら自分で火起こしして肉焼いて美味しいお酒と肉と食べるみたいなのをやってみたいなと思って、まあ、その話はどうでもいいか。今日はアルファードですか、ね、今日はアルファード。いやー、お別れしちゃうのか。こちらです。乗った姿ほんと見たことないですけどね。あ、見せてあげる。いや、綺麗だよね。綺麗ですね。これ一回紹介する？売っちゃう。そうですね、紹介して、うん、いやでもほんと綺麗。出しますか？一回出しましょう。じゃあ出しますね。はい、めちゃくちゃ綺麗ですね。え、綺麗でしょ。本当に見て、なんかメーター見て、オドメーター3800キロ。これは少ない方なんですか？それめちゃくちゃ少ないよ。平均どんぐらいなんですか、1年で？1年だとだいたい1万キロとかじゃない？でも本当半分も乗ってないですね。そうだね。どこ行ったんですかこれ、逆に？これは長距離でしか使ってないから、福島行った時と、あと琵琶湖行った時と、それくらいかな。まあ運転手が見つからなかったんで、一応ね、僕がここに座って、こうやってさ、後ろに座って運転手さんに運転してもらうための車だったんだけど、見つけようとしたんですか、運転手？まあ見つけようとしたよ。で、応募もたくさんいただいたけど、まあ現時点でこの人かなっていう人に出会えなかった。応募してくれた皆さん、すいません。残念ですね、それは、うん、実際に、まあ、白を持ってたじゃないですか、この1個前、はいはい、これとそれと同じ型番っていうか、同じやつなんですか？白の方は、アルファードの同じ 3.5 リッター、V6 の 3.5 リッターの SC っていうシリーズ。ほぼ一緒で、このシートだけが違う。これはエグゼクティブラウンジ S ってやつだから、このシートがかなりね、いいものが入ってる。だから価格差でいうと100万ちょいかな。え、そんな変わるんですか？これ買った値段が、値引きとかも入ってるんだけど、僕買った値段で825万。ここからの景色が
これがね、僕が後ろのシートに座った時の風景。この風景で乗ることはなかった。本当に運転手を募集しようとして乗り換えたんですね、白から。そう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 、3年乗ったから、前のアルファード、前回のアルファード。そう、距離ももう5万キロとか走ってて。今後は運転手を募集するっていうのはないんですか？え、するよ。次もエグゼクティブ。とりあえずアルファード紹介しますか？そうですね、アルファードの 3.5 リッター V6 3.5 リッターのエグゼクティブラウンジ、通称で言うと何、30かな、30アルファードっていうのかな、の後期、うん、でモデリスタのエアロが入ってます。僕結構こだわりなんだけど、やっぱ綺麗な状態を保ちたいから、ボディのコーティングっていうのはもちろんだけど、こういったところの樹脂部分とかもしっかりコーティングしてもらってます。エグゼクティブ用のホイールが入ってる、メッキのホイール、あんまり好きじゃなかった、スポーティーな感じがしなくて。翔さんが入れたんじゃないですか？これはもともと入ってる、あ、そうなんですね、エグゼクティブ用のちょっと小さめのホイールで、モデリスタとモデリスタのスポーツマスターが入ってます。本当ボディ綺麗なんで、後ろから見るとこんな感じ。おー、高級車だね。このマットはエグゼクティブラウンジ用のマットだから、これマットだけで15万とかだよ。めっちゃ、ふわんでしょ、家にある絨毯ぐらい。これさ、靴で入っちゃダメだよね。やばい、ね、本当いい車だよこれ。中がやったね、後ろの席がかなりいいよね、うん、後ろの席だけなんですか？ S シートの違い。はい、そう、後部この席だけ同じ。前は一緒だね。 SC 自体も結構グレード高いモデルだから。内装はなんかオプションつけたりとかしたんですか？内装はエグゼクティブラウンジ自体がオプションほぼ入ってるけど、オプションで言うとこの JBL のスピーカーとか、あとは多分フルムーンって言って、このサンルーフが前後についてるの、これは確かオプションと、このフリップダウンのテレビですか？これ、そうそう、降りてくるやつ。この辺はオプションかな。今隣にランクルあるじゃないですか、はいはい、実用性としてはどっちもちょっと似た感じじゃないですか？用途で言うと全然違うと思う、はい、自分で運転するならこっち、運転手つけるならこっち、乗り心地で言うとこっちの方が一般的な乗り心地で言うといいんじゃない？後部座席ですか？後部座席運転もだし、ただね、あっちの新しいランクルは前のランクルとかに比べて全然ロールがしなかったりとか、足回りかなり改善されてるから、だからこれの次の新しく出たアルファードもかなり足回りとか改善されてるみたいだから、これよりかなり乗り心地が良くなってるんじゃないかなとは思ってます。長距離の場合どっちですか？うん、長距離はこっちだね。だって後ろさ、まず乗り降りが結構ね、このシートの位置がさ高いじゃん、20センチくらい違うよね。ここっすよね。そうそうそう、あ、本当だ。だってこれもうこれくらいでいけるじゃん。こう見ると分かる。は結構高い、この10センチ以上違うから。で、後部座席が特にもうこれだとさすぐ乗れますね。こういけるけど、こっちはまず狭い。同じくらいシートを後ろにしててもこれだけの違いがあって、だからそう、もう完全にさ、人を乗せるんだったらあっちだよね。でも自分で乗ってさ楽しむんだったら僕はこっちの方が好きだね。ちなみに普通のアルファードは白色あったじゃないですか、はいはい、それはこんぐらいの幅あったんですか？あった。中の広さで言うと向こうの方が広かったかな。このシートがさ SC の方が少し小さいから、もうちょっと後ろ下げれるし広かった。なんかテーブルとかあるんですか？そう、ここがまず飛行機みたいな、あのシートのね、あー動くやつ、すげえ。と照明、照明ここについてて、読書灯、あとはこれシートヒーター、ベンチレーター、こっち側が、まあ、これジュースホルダーでしょ、はいはい、テーブルに、おーテーブルについて、小物入れとスマホの充電かな。これつけたことあるんですか？これは初めて下ろした。ですよね。おー、いいですね。これも初めて開けました。いい車だね。もったいないですね。もったいないけど、でもやっぱさ手放す時期ってすごく大事 でまだいくらつくか分かんないよ。僕はこれ825万で買いました。1年間乗ったから、そんなにさリセールのいい車ではないんだけど、ちょっと前までねかなりリセール良かったの、年の3月くらいまで。それは新型が発表される前とかですか？新型が発表される前プラス納車が全然されてなかった。で、今も もちろんこの方は受注停止してて納車はもうされない。で、新型も今から納車がスタートするから、アルファード自体はまだ新車の供給っていうのは追いついてない状態だけど、やっぱり新型の納車がスタートする、これの新しいタイプの納車がスタートする、すると今このアルファードのエグゼクティブに乗ってる人が一気に乗り換えるじゃん。そうなった時にこれと同じ方のアルファードのエグゼクティブ、まあ、走行距離はこれより伸びてるのが多いと思うけど、うん、市場に出てくる、はいはいはい、やっぱねこれの需要って限られたとこじゃん。法人でさ、会社で社長が乗ったりとかゲストの送迎用だったりとかってなると、中途半端な中古って需要ないわけよ。新車の需要の方が大きいと思うから、
今は新車が出ないからなるべく新車に近いものとかって需要あると思う。だからこれくらい綺麗で距離も少ないものって事故があったりとかでさ、今すぐアルファードのなるべくいいものが欲しいってなった時に釜がないから探してる人がいたらこれ多分すぐ売れちゃうんだけど、2ヶ月3ヶ月とか経つと新しいものの供給が一気に始まるからやっぱネックスレするじゃん。だからちょっと惜しいけど話しておこうかなと思います。翔さんは車を買う時、実際にもう10台ぐらい持ってるじゃないですか、そういうのを見据えてこの車買おうとかこの車は欲しいけどやめとこうっていうのってやってるんですか？それだけじゃないけど多少はあるよね。欲しいものを単に自分の欲望だけで買うだとそれに資産性があるかないかっていうのは無視になっちゃうじゃん。その欲しいものにちゃんと資産性があるか残存価値があるかっていうのはちゃんと意識して買い物をしてかないと、出口でね、じゃあそれをずっと持ってる、それが本当に欲しくてそれをずっと持ってるっていうものだったら別じゃん。箱にあるような古い車だったらさ、ずっと持ってるっていうつもりで買うわけでしょ。でもこういった新しい車っていつか乗り換えるじゃん。2年3年乗ったら必ず乗り換えていくものだから、だからそうなった時に出口でどのタイミングでどんな形で手放すかっていうのが結構重要かな。だから入り口の段階でそこは見据えて買うようにしてる。翔さんが運転手今回見つからなかったじゃないですか。でもアルファードにこだわる理由って何かあるんですか？結局自分で運転しそうなんですよ。ランクルもあるし別にいらないんじゃないかなとは思うんですよね。例えば自分が後ろに乗る、運転手の方をつけて後ろに乗るっていうのもそうだけど、誰かをもてなすってなった時にランクルじゃなくてこっちなわけよ。ゲストを呼んで富山でねもてなしたりとかいろいろ回ったりとかってなったらその車でしょ。そういう用途としてアルファードってかなりいい車だと。アルファードに限らずこういったミニバンタイプ、高級ミニバンは1台持っておきたいなって思ってる。お別れだからさ、今日綺麗にしようかなと思ったんだけど、実は先日1回洗車しました。やってましたね、売るからいいやじゃなくて感謝の心を込めて綺麗にしてから次のオーナーさんの元に行ってほしくて、もちろん業者でねクリーニングとかするけど、なんか毎回自分で綺麗にする。綺麗でしょ？めっちゃ綺麗。洗車したもん。洗車して拭き上げして本当に綺麗。中も掃除して、鍵なんか1個新品だから。最近結構車手放してるじゃないですか。最近手放してるね車。なんかきっかけあるんすか？一つはガレージがもう入んない。だってハイラックス直近に来るでしょ、でプリウスも来るで、ガレージが入んない、それが一番の理由かな。秋田とかではなく、秋田とかではなく、これも欲しいよ。なんでアルファードだったんですか、この数ある車の中で。とりあえずさ、各メーカーのフラグシップモデルは乗りたいじゃん。日本でいうとやっぱトヨタがダントツトップでしょ。その中でやっぱアルファードってミニバンで最上級、その中でエグゼクティブラウンジって本当のトップの車じゃん。やっぱその一番いいものを知りたい、いらないなって思ったらグレードダウンしていけばいいし、知らないのに力不足で買えなくて、いやあんなのいらないよ、あんな高いのいらないよみたいなのを絶対言いたくないから、一旦自分で無理してでも買ってみて体験してよかったらそれを乗り続けれるように頑張るし、いらなかったらグレードダウンしてる。それはもう脱サラした投資から変わんないですか？いや、脱サラ前から変わんない、その辺は。じゃあ今日最後になるかもしれないんで、最後にねドライブ行ってきます。いや前も広いっすね。静かでしょ。後部座席に乗ったことはあるんですか？ある。長距離でさ県外行った時、福島とアベンタで一回さ富士だ、富士スピードウェイ行って、アベンタは赤車でね業者さんに運んでもらって、何人かで行ったからアルファードで運転交代してたよ。ちゃんと役目を果たしてくれたんですね。そうそう、前もめっちゃ広い。運転のしやすさで言うとランクルは慣れると運転しやすいけど、ガシッとした車だから多少疲れはあるよね。こっちは長距離ほんと疲れない、視界もいいし、あと静かだね。これがもっと良くなるっていうから楽しみだよね。もっと静かになるってことですか？そうそうそう。あとなんか変わった点なんかあるんですか？エンジンが 2.5 のツインターボ、クラウンと同じエンジン、あツインターボじゃないか、シングルかな、2.5 のターボかハイブリッドだわ。エンジンのサイズで言うとダウンサイジング、はいはいはい、エンジンは小さくなる。これ 3.5 だからさ、ほら踏むとこうじゃん。この感じはやっぱこれ V6 だからさ、 V 型エンジンだから独特の音がするけど、はい、このトルク感はなくなると思う。ってことで最後のドライブ終了です。査定の方来るのを待ちましょう。来ましたね。ちょうど来ましたね。はい。ってことで、はい、今から査定してもらいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ええ、パッと見て周りと中と見ていただいて、はい、ちょっとそしたら始めます。はい、ボンネットあります。はい、もうビカビカに洗車しときました。じゃあちょっと見させていただきます。はい、お願いします。これどういったとこを見るんですか？パネル関係を交換してるかどうかっていうところ、はい、なるほど、修理履歴があるかどうか、はい、そうですね、はい、車がものすごく綺麗なのでないと思うんですが、はい、わかんないですよ。確認させていただいてますあるかもしれないですいくらになるかな。そうですね、ね、かなり高かったんじゃないですか。買った時で高いグレードですね。そうですね、値引きしてもらって830とかだったんで900近くする車だから。
ガピカですね。もちろんずっとガレージ保管ですし。そうですね。ちょっと黒は。はい。ナンバー落ちの試乗車とかより全然綺麗ですよ。綺麗ですね。黒は結構モータースポットとか。うん、ちゃいますもんね。はい、つくんですけど、この車両は全然ついてないので、うん、牧場車ですね。フルモデリスタで。フルモデリスタです。一番人気のある形ですね。ですよね。オプション何ですかこれ、 JBL くらいかな。サンルーフ、はい、JBL も標準ですか。そうですね、 JBL もエグゼクティブは標準だ、ね、標準だって。じゃあほぼほぼ標準だ。じゃあモデリスタとサンルーフくらいですかね。そうですね。こういったところの樹脂の部分もしっかりコーティング、樹脂用のコーティング入れてもらうんで、保管状況もいい、はい、ツヤツヤっと。いいねでお願いします。はい、なんとか。では少々お待ちください。はい、お願いします。お願いいたします。いやドキドキするね。いくらだったらいいかなと思います。一応1年乗ったし、まあまあ中古じゃん。だからマイナス100万までなら OK。 825だとして725。おお、うん、それ以下だったら手放さないですか。それ以下だったら持ってようかな。まあ、でも持ってて損ないですからね。どうなんですか。そう、だからそれ以下だったら逆にもう少し持っててもそのくらいの水準はキープできる。そういうことですね、うん、次のアルファードが来たタイミングで手放してもそれくらいの値段はつくと思うから。確かにそうですね、うん、別に急がなくても。出ましたか。出ました。僕、はい、いつもなんですけど、はい、駆け引きなしで、はい、一発で決めていただけたら。ありがとうございます、はい、駆け引きはねあんま好きじゃないんで。そうしましたら、はい、当社が買い取りさせていただける金額が、780万。え、ちょっと待ってください。いかがでしょうか。 780? 全然落ちてないね。なんか理由ってあるんですか。そうですね、やはり国内海外問わずものすごく人気のある車両で、オプションが人気のあるモデリスタ、フルモデリスタということで価格はやっぱ落ちないですね。買い物上手だね。僕そんなに高いんですね。すごいな。もうちょっといけます。あとはちょっと未定価分の自動車税は、はい、少しプラスさせていただけたらなというふうに思っております。3万円弱ぐらいですか。はい、はい、じゃあ782-3万。そうですね、くらいでの、まあ、売却。スタートさんは結構何度かお願いしてるんですけど、ね、前のアルファードも、ね、はい、お願いしてて、お、そう、毎回どこよりもいい値段をつけてくれるから、今回もスタート。ありがとうございます。ぜひぜひ紹介していただければ。富山で車の買い取りを依頼したいときは大手の、ね、業者さんもたくさんあるけど、ぜひスタートさんもぜひ、はい、お声掛けして、どこよりもいい値段出してくれると思います。富山だけですか。ご要望があれば県外も。ひとまず査定らしいです。案件じゃありません。案件じゃないから。でもすごいな、はい、全然落ちてないですね本当に、はい、よかった。すぐ契約書書きましょう。ありがとうございます、はい、お願いします。査定しまいます、はい、お願いします。よかったね。いや、よかったところじゃないですよ、ね、普通になんか買い手探すより全然、うん、いいよね。いいんじゃないですか、うん、やっぱさ、古い車とかになったら下取りやすいけど、こういう車ってさ、買い手を見つけるよりも多少目減りするけど業者さん通した方が安心じゃん、ってことでありがとう。ちなみにアルファード欲しいなと思った時っていつだったんですか。やっぱサラリーマン時代から欲しかったよ。でもあっちの方が欲しかった。ランクル、ランクルの方が欲しかった。でもやっぱこれ2台持ちって最強じゃん。翔さんがサラリーマン時代に欲しかった車全部今ガレージにありますか。そうね、サラリーマン時代に欲しかった車を飛び越えてもうあるかな。この辺はサクッと買えるようになったね。うわ、いっちゃうそれ。サクッと買えるようになりました。じゃあ諸々の手続き、はい、待ってます。お帰りなさい。ってことで名残惜しいけどお別れです。最後になんか一言言ってあげてください。え、短っ。アルファードに、はい、今所詮物だからね。とりあえず忘れ物だけないかね、チェックして。お別れだね。寂しいな。手にお別れです。次のオーナーさんへ、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。どんな方に渡ってほしいですか。いや、この車に関してはさ、これに乗りたい方じゃなくて実需だと思うよ、うん、まあ、お見送りをしよう。じゃあお願いします。さようなら。さようなら。ここには何が入るんですか。ここはハイラックスが入ります。ハイラックスにはこのキャンプ道具をびっしり積み込んで、はい、もうキャンプ専用にしちゃう。じゃあハイラックスはもうキャンプ専用車みたいな、うん、専用車で積みっぱにしといて、何かあった時にすぐ行ってるみたいな。食材だけ積んだらいけるみたいな。ってことで僕が大事にしてきたアルファードお別れしました。値段すごいね、びっくりした。なんかもう一発でいいやって思っちゃった。実質1年間乗って、まあその保険代とかね、維持費とかは別でかかってるけど、1年間乗って45万円で
1年間あのエグゼクティブラウンジ1ヶ月4万円ぐらいであのエグゼクティブラウンジを新車の状態から最高じゃないですか乗れたってことで買い物上手ですね、うん、だってレンタカーで借りたってさあの車はまずそもそもレンタカーないと思うし、うん、レンタカーで借りたら多分1日4万くらい普通にするじゃんあと多分あそこまで綺麗じゃないと思いますないね考えたらめちゃくちゃいいっすねいい買い物だったねそうっすね、うん、いい買い物だし結局さ買うのは簡単なのね出口なのどこで手放すか125万で買って終わりじゃないわけじゃんそこにちゃんと車に残存価値があるでその価値を自分のタイミングもあるだろうけどどのタイミングで手放すか市場で需要のあるうちに手放すっていうのがやっぱ大事だから、まあ、こんな感じでまたね欲しいものを買うっていうのも大事だけどそういった出口の戦略もちゃんと考えて買い物をしていこうと思いますそしたらさお金減らないんだよ確かに全然減らないいやでもやっぱお金の稼ぎ方も大事だけどお金の使い方って本当大事だなってつくづく思うやっぱその体験経験を買うっていうのに対するお金の使い方も大事だしまあそんな感じで今日は新しいアルファードに向けて今持ってるアルファードのエグゼクティブラウンジ S を手放しましたまあこんな感じでお金を稼いだ後の僕のお金の使い方とかね買い物だったりこの手放すタイミングとかね出口戦略、まあ、そういったところも含めてこういったね YouTube で発信していければ需要あるかどうか分かんないけど、まあ、少なからずね参考にはなると思うんであと他の動画ではお金の稼ぎ方具体的なお金の稼ぎ方とか稼ぐためのマインドとかも発信してるのでぜひねチャンネル登録高評価お願いしますあと動画の概要欄にある LINE 公式に登録することでその僕がサラリーマン時代からやってきたお金の稼ぎ方そしてお金を稼ぐためのマインド全て無料で段階的に学んでいただけるようになってるんでぜひねこっちも登録して自力でお金を稼ぐための知識やマインドを身につけてほしいなと思いますだったらしてランクルとアルファードそしてフェラーリランボを手に入れた方法無料で発信してますめっちゃ有益っすねいや有益だと思うよ元サラリーマンでもこれだけできるんだっていう事実と、うん、それがでかい、まあ、そのプロセスを全て発信してるから LINE の方登録してみてくださいよろしくお願いいたします、はい、FX のトレードの動画もぜひ見てください参考になると思いますはいお疲れ様でしたお疲れ様でした、はい、また次の動画でお会いしましょうはいじゃあね